よし。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃーん。さて、今日は何の日でしょう。毎年カレンダーをもらったら、すぐに赤丸つけるんだから、忘れるわけないでしょ。何何？何の日なの？僕たちの結婚記念日なんだ。あ、そうなんや。おめでとうございます。うらやましい限りだなぁ。こんばんは。ケーキですか？ケーキですか？ええなぁ、結婚記念日とか。ええなぁ。今年結婚記念日なんかやったっけな。そんな記憶やねんけど、やったっけな。何もやってない気にするぞ。あ、おばちゃんいる。あ、うわ、マジか。これあれか、ワンコの方やな。こっちやな。た、何見てんの。そうか、今日は結婚記念日だったのか。おばちゃん忘れとったな。完璧に忘れてたわ。やべえ、おじちゃんの好みの食事で作るんやろな、じゃあ。穴埋めはせやろな。ちょっとケーキはあれやね、なしやね、じゃあこの感じやと。へい、おやじ。へい、おやじ。あれ、直ってるたな。僕くんって将来どんな女の子と結婚するんだろうね。せやな。グラマラスな美人。ご令嬢は読めるんだけどね。だっけ、財閥のご令嬢。年上の女性。財閥のご令嬢かな。やっぱりお金があるに越したことないのかな。うん。おじさん、お金持ちになったことがないから、正直言ってわからないんだ。僕くん。タコ完成したよ。ありがとうございます。鳥タコ。おじちゃん、ありがとう。ありがとう。じゃあ目標はとりあえずこのうちの庭から見えるくらいにそのタコを高く高くお空にあげること。オッケー、うん、おじちゃん、任しといて。僕、頑張るよ。タコ揚げしに行こう。タコ揚げ。タコ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 焼きマンドマン。タコ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 タ。お？うわ、ヘビだ。ヘビだ。嫌だ、嫌だってば。どうしたんだ、僕くん、大丈夫か？よう声聞こえたな。安心だ。怖かったのかい？ありがとう。そんなことないよ。男の子はこのぐらいで怖がっちゃいけないよ。ごめんなさい。でもなんなら急に出てくるおじちゃんの方が私は怖かったりする。ヘビか。この人生ヘビ見たことないな。ヘビか。抜け殻とかはあるねんけどな、ヘビは見たことないな。のん、やった。お、やったー、ヘラクレス買う。やったぜ。タコタコ上がれ。
タコ揚げ。あげるぞ。ふふふふふ。お、難しい難しい。おお、マジか。難しい。初めて落としたんちゃう私。危ない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 。よよよ、落ちるん早くないっすか。え、難しくね。伸ばせ伸ばせるときに伸ばせ。危ない危ない危ない。よし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 。一気に難易度上がったな。危ない危ない危ない。よし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 。よし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 。いい感じだね。あかんかん、すぐ落ちろ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 。あかんかん。そうそうそう、オッケー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 。コードすぐ落ちるな。難しい。よし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 、いい感じいい感じ。やばい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 。落ちろ落ちろ落ちろ。落ちた。難しい。一気に落ちていくやん。え、難しい。伸びろ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 。いい感じいい感じ。伸びろ伸びろ。よし、オッケー、きた。オッケー。オッケー。だな、4回も失敗した。
かな。何？何もいないな。よいしょ。オッケー。イエーイ。あ、そうだ。いっか。お姉さん。あれ、どうした？こんにちは。調べちゃんから聞いたんだけど、ヘビに会ったんだって？すげえ情報も。もうそろそろ秋の雲の形だな。あれ、ヘビの話は？ね、ヘビの話は？悲しい一人雲。狼娘ってさ、わかったか？は？あ？ヘビに会って逃げたんだろ？逃げてねえよ。逃げてねえし、へっちゃらだし。そうなんだ。うん。ねえ、小さいヘビだったんだろう。うん、5センチくらいだ。いや、ミミズでしょ。じゃあ、ミミズだ。もう、狼娘ったら。ほら、僕くんの写真できてるよ。やったー、あざーす。イエイ。その時、私は考えた。あの、何やら不思議なヘンテコお化けをどうにかして香りの機械まで進み出す手段はないだろうか。そう、私は知っていたのだ。あのヘンテコお化けの好物。あっち戻らないといけないやつかね。じゃあ、そこには、ここか。これで来るかな。へんてこお化け。なんかやった。お、やった。メスかな。おお、ノコギリクワガタのメスクイーンだ。いいじゃん。なに、そっか、蜜なくなったから蹴飛ばすっていう選択肢しかないのか。なるほど。何？キリア。何？キリア。の。何？もう一丁。の。やった。よっしゃ。お肉分かった。違う、赤足か。いないなぁ。メスとか出てこないかなと思ったけど無理か。何？残念。な、何もいない。帰るか。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。はーい。
お、豪華。なんだかデリケートだね。デラックス。それ。本日は寿司だ。そっち側がサビ抜きだからね。はい。お寿司。寿司。あんたはカッパ向き。なんでよ。本日カッパ以外禁止ですのよ。げえ。まあ、お前を食ってやる。私ハマチダメなの。あ、僕大好き。ダメだってば。お姉ちゃん、他に嫌いなものある？あんたはカッパ。ペチャイソ。ねえ、プレゼントいつ渡すの？じゃあ、まずはお父さんの話を。はい、いただきまーす。お父さんの話だって話は長そうなんだもん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。紅白の花まで飾ってるよ。お姉ちゃん、しらべ、今日はどうもありがとう。プレゼントはお父さんお母さんの一生の宝物にするからね。宝物か。私も一生の宝物なんて言えるものを欲しいな。萌えはまだ15なんだから、これからいくらでも見つけることができるんじゃないか。人生そうあるべきよね。そういえば、うちの学校のあの頑張りすぎの教頭先生、戦争中になんだか自分の大事な宝物をこの裏山に隠したんだって。なに？なに？なに？でも、戦時中の宝物なんて今の調べや萌えたちが見たら多分びっくりするほど粗末なものだと思うけど。そんなこと言ってられない。なんだろう、ふんどし。ふんどしはねえだろ。宝物じゃない、プレゼント何やったら開けたいんやけど。中身何よ。なくなった。宝物じゃない、プレゼントなくなったで。めっちゃ飾り付けしてるやん。フラン、よっしゃ。調べちゃんも一緒に入ればいいのにな。のほほん、よし、オッケー。なくなった。あ、寿司。今日の晩御飯は詐欺の里の王将寿司から握り特上飛車セットを出前しちゃいました。ナイス、いいね。おじちゃんとおばちゃんは何年前の今日結婚したの？17年前だよ。17年前。本当は昨日の予定だったんだけど、日曜日で杉並区役所がお休みだったのさ。なるほどね、なるほどね。新しいタコを作ってもらうのに予約しとこうと。よっこいしょ。恋のぼりとな。いや、絶対この辺まで行かれへんな。この辺で終わりかな。うわぁ、食べ過ぎちゃった。マジか。お口からピチピチマグロさんが出てきそうだわ。そんなんやったら寿司食べたなるやん。またウエストなくなっちゃったな。その年からそれは考えんでいいと思うぞ。そんな考えんでいいと思うぞ。いっしょいっしょ。お姉ちゃん、ねえ、私にも一生の宝物見つけられるかな。できるできる。ね、あ、ねえお姉ちゃんの今までの人生でさ、一番の大切なものって何？なんだろう。そりゃ両親や兄弟、親友やその他もろもろ
身近な人たちのことはとっても大事に思ってるけど、それ以外だとさ、私にはせいぜい子供の時の楽しかった記憶ぐらいしか大切なものって思いつかないな。ふーん、思い出が大切な宝物なんだ。うん、あとはあのオルゴールかな。オルゴールか、そういえば鳴ってるね。あのオルゴールってなかなか可愛い音がするんだよね。うん、これね、よし、行こう。宝物か、人生生きてりゃ何でも宝物になるよ。よっしゃー、昆虫採集セットをちょっと開けまして、いらないものをちょっと整理しよう。ノコのクイーンか、ノコいらないんかな、出しとくか。なもんでいいかな。OK。なんだろう、日記。おばちゃんたちの結婚記念日のことかな、ヘビのことかな。どっちかな。おい。違った。違った。8月22日、狼娘のあのマシン、例のお化けを誘い込み、写真を撮っちゃおう。大名案、大名案、合ってるやん、大名案。